はい違うの、なんかすごいよね今日持ってたよね。私こういうエナンのことしか記憶にないやばっ。そんなことないよ、めっちゃユキリンさんの歌とかめっちゃ素晴らしかったしさ。え、ユイリーの夜風の下も超良かったよ曲知らないのに歌ったの初めて聞いた曲でした。しかもなんか X がざわついてました。なんかやり直しさせていただけるかなって思って、あ待って待ってみたいな言ったけど全然やり直しさせていただけなくて、あ意外と厳しくて、はい、びっくりすぎて何やったってなんかそれ、私もどんな歌か覚えてないです。コーヒーより紅茶が好きみたいな歌ですよね待って待ってで全部音程取られてた待って待ってもマイクに入ってました。それでね採点していただけたのかな。はい、でも無事にキリンチームが勝ったので、えでもいい曲でしたよねあの曲。なぜ歌い出し任されたのね、なんでなんで私あの歌い出しだったんですか。よかったです、ほんと負けてなくて。絶対にもっと敵にいたよね。ねえ出だしえなんて決めたの誰、知りません。あやなにしかできない大役だった。ちなみにカラオケバトルって知ってからすごいそわそわして感じてた。すいません期待に応えちゃって、ほんとごめんなさい。ほんとにこういう時期待に応えちゃうんですよ私。おかしい、どうしてごめんなさい、ほんとにすいません。でもメンバーがすっごい楽しそうにしてくれました。盛り上げ上手すぎました。そんなつもりないんですけどね、あの狙ったつもり全くなかったんですけど、曲紹介で歌い出しがええなんて知って嫌な感じがしなかったもん。やめてよもう。2023一番笑ったかも、やった2023一が今日ってすごくない、嬉しい、勝ったゆいの、ゆいゆいのこと膝に座らされた、座らせられた。公演前にメールにあやなとツーショット送るメンバー送って何かあるのかなと思ったけど、まさか、いやいやえそれはえだ関係ない関係ない、公演前公演後じゃなくて、ゆいゆいと楽屋が隣だったんですよ今日。で教えてゆいゆいとめっちゃこうやって練習したの、なんか音楽聞いて、とてってみんなが倒れ込むの昔からの AKB バラエティの技を受け継げる、なんか楽屋もみんな芸人さんみたいになったってみんなが言ってました。こんなに綺麗に伏線解説してない
ねえ、客席もつこうでした。すいません本当に。知らない歌、あ、し、初めて聞きました私。あ、ゆく年、たしー、たしー、ありがとう。次は1月4日だと思うけど、また来年もよろしくね。来年もよろしくね。よいお年を。ありがとう。知らない歌の歌い出しはなんで、本当になんでだ、なんでだったのかしら。どうして完璧だよ。コーヒーより紅茶が好きなこと、練習したんだよ。え、歌い出しむずいよね。ちょっとさ、歌い出しむずいよあれ。どうしてしかも他のメンバーに言うとめっちゃ練習してたし、めっちゃ練習してたよ私。ちなみにバイブでリベンジできません、あの歌えない、あの出だしだけなら。え、入りもほんと難しいからね。でこうやってカウントしてさ、コーヒーむずいて、コーヒーねえねえむずいて、入り本当に聞いてみてこれみんな。コーヒーより紅茶が好きなとコートだ歌詞間違えちゃったバーが来たらそこを追っていけばいいんですって。バー、タラタンタン、コーヒーより紅茶が好きなこと、しんど確かにバーが来たら歌う、バーが来たらじゃなくて音で耳で聞くべきですよね歌い出しは。バーが来たらじゃないよ。5、6、7、8、コーヒー。確かにバー来てからで遅いんだ。ねえしんどい。なんで？バーだと反射神経が多い。誰が反射神経悪いって。てん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 。コーヒーよりとかそんな感じ？ごめんなさい。本当に。失礼しました。本当に歌いにくいよ。ちなみにこれはガチ。爪と残せたし一緒やったね。なんであのメモ入ったら知らない。自分で選んでない頑張って練習した。君について聞くたびに思い出しそう。ごめん、きっとね笑える曲じゃないのよ普通に。確かにわがままコレクションではない方、ではない方。
ちなみに私は紅茶よりコーヒーが好きです。初期洗い機、コーヒーと紅茶見るたびに思い出します。それはさ、思い出す頻度多め高めなのよ。ユイリ満足してます。いや、なんかユイリは出る前からずっと心配してて、私のこと大丈夫あやな、大丈夫できる、オッケー、練習した、行ってくるって言って行った行けるって言って行けなかった、はい、すいません。普通行きませんでした、ごめんなさい。ユイリーの新公演出れる、出れないんですよ。私2月10日卒業でさ、2月13日に初日だから出れないんですけど、だからもう私は僕の太陽公演しか出る機会がなくなってしまって、そうそうなんよ。本当は何、生誕祭の時になんかユイリーのセットリストが間に合ったら、生誕祭ユイリーのセットリストでやって、卒業公演は違う僕隊とかでやろうかなって思ってたんですけど、それができなくなったので、多分生誕と卒業公演一緒になるじゃないかな、多分。演目が一緒だとさすがに2回も特別公演はやんなくていいかなと思って、そう1週間くらい延期する、しないかな、もうさすがに。2月とか誕生日なの、すごい。いやー、そうだね、さすがに覚えるのも大変だから、いや、シンプルに延期しないよ私。延期しません。雪見について、やっぱり雪見に会えない必要だって、優しい、ありがとう、ありがとう、そんな風に言ってくれて嬉しいよ。ハルピョンがエナの推しを守るべくふるさと納税調べる配信してます。どういうこと、ふるさと納税これからやるの、遅いよハルピョン、10月までにやんなきゃ。あ、え、どういうこと、12月31日だから、やばくない、あと15分しかないじゃん、ギリギリすぎ、ギリギリもうすごいよ、ギリギリすぎるよ、しかも12月31日23時43分って、もはや間に合うのそれは。エナさんが絶対やるべきって言ってたから、遅い遅いってば、これからは AKB にちゃんとした人しかいないのか、やめてよ、どういう意味よそれ、私がちゃんとしてないみたいなさ、なちゃんとしてないみたいにさ言う、なんで言うの、
確かにもうちゃんとした人しかいないよね。ごめん今日それ言っても説得力。私ってさ本当に思うんですけど、よく12年アイドルやってたと思いません？本当に最近すごく思うんですけど、え、なんで私12年できてたんだろうってすごく思うんですよいや本当になんでこんなポンコツが12年もなんでセレクションで落ちなかったんだろう。愛嬌1位だから。むしろアイドルがいいと思います。愛嬌なんか確かに、いやもちろんファンの皆さんのおかげなんですけど、だって歌うまくてダンスうまいわけじゃないのに、嬉しい。そりゃそうです、みんながいたからです。嬉しい。ダンスも多分一旦置いといて、置いといて応援したいって思うの。愛嬌とかわいさ嬉しい。じゃあすごい嬉しい。いやこれカウントダウン配信のはず、忘れられてなければ。これ切れるフラグ、また切れるフラグだこれね。また私のだけ設定忘れられてるみたいなね、ありえる。ゾンビ、もうゾンビさすがに、ゾンビさあ、さすがにもうどうしたらいいか分かんなくなってきてる。いや私もアカウントもう一個作ろうかなって。思ってるよ。5つ目のアカウント作ったって。宝箱ね。てか同盟メンバー81人まで増えてんのすごくない？サッホが絵の天才だよねって言ってたよ。ありがとうサッホー。サッホがすごい本当に面白かったって褒められてるか分かんないですけど言ってくれました。すごいよね本当に、ありがたい。コーヒーより紅茶が好きなこと。
ドン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 。チャプターミッション、確かにあやなんバーサスゴミヤマの一騎打ちになる。確かにやだ、コミちゃんと戦うのねえ。年越し配信です、これあと10分。年越しテロップ書いとくか。年越し配信1月5日が中間ですね。今サッホーの配信でもあやなんで盛り上がってました。ありがとうありがとうもどうなの。ちょっとゾンビ倒してきます。どの配信でも篠崎さんの話出てすごいじゃん。私オート弱いよね、これどう思う？だよね、やっぱある程度までいくとオート弱い。やっぱそうだよね。だって全然敵来てないのに必殺技使っちゃったりするからさ、あれ今それ使わないでよみたいなのって焦る。やった、わかった。もうみんな寝たよ。モナちゃんパパのとこにいるよ。うちは本当に毎年年越し何もしなくて、失礼だけど思いのこようなのが出て、ゾンビですか？よしよしよし。うん。かゆい。
こちらめちゃくちゃお酒飲んでカニ食べてそば食べて今、ね、私今日だってお酒ほんと一滴も飲んでない、そう飲んでないですね。逆にね、逆に大晦日にお酒飲まないで、シンプルにお母さんが今めっちゃかわいそうでさ、あの姪っ子の面倒を見て熱出しちゃって、いやだから本当お正月何もしないんですよ、うちは別にみんなが集まるわけでもないし本当に何もしません。あ、美味しいものは食べますね。あ、ちなみになんかもう元気は元気みたいで、郷ひろみのなんか録画のなんとかみたいな、パパと喧嘩してました。だから郷ひろみは録画してって言ってるじゃんみたいな、なんか録画機器の調子が悪くてなんかできないみたいな言って喧嘩してましたパパと。あー YouTube 本当は今日中に更新したかったんですけど無理そうだ、明日になりそう、あの今年の感じだから今年中に出したかったんですけど明日になりそうです、すいません。後編新年一発目の更新それになりそう。あと4分 ?3 分頭から離れないかな。確かに1週間の編集公開頑張った偉い。今年の漢字は間違いなく篠谷、やった。こちらこそありがとうございました。2023年、そば食べ終わった。私も今日そば食べた。1分切った？え、なんかあと2分になってる私の iPad。 何する？ジャンプ？ JST でも見てジャンプする？やばい、あと20秒15秒、やばいやばいやばい。やばい、8 7 6 5 4 3 2
3、2、1、いや今いけたこれいやーとか言ってイエーイ2024年年越し、今年もよろしくお願いします。本年もよろしくお願いします。イエーイ。年越しの瞬間画面から消えてちょっとジャンプしてちゃう。ハッピーニューイヤー、2024年です。大変だ、門松さんがいない。あ、なんでだ門松さん。あ、お嫁さんが誕生日だって。すごいね、元旦に誕生日。新年ギフト投げてもあやんなんまた見れないやつか。更新一回切らなきゃいけないってこと？これおめでとうございます。どうしたらいいんですかね。そうなの、切らなきゃいけないの？見えてない、私投げていただいたの。切る？切ったら最初からになるの？更新ってどうやってすんの？メジさんありがとう。あ、一回ね、一回切ればいいの？